はい、こんにちは、かずまた博物館です。ということで今日はですね、視聴者さんから届いていた提供品をまた開けていきたいと思います。旅とかでいろいろありまして、ちょっと日付がすごい空いてしまったんですけど、届いておりました。こちら、はい、開けます。クターより、クターより勝松様、なんでしょう。お手紙が入っております。読まさせていただきます。いつも動画生放送を拝見しています。生放送拝見しています。辛いことがあっても勝松さんの動画を見ると元気になれます。これからも応援し続けます。また面白い動画をお願いします。勝松さんのグッズ楽しみにしてます。もう発売してます。概要欄にリンクありますので、ぜひ見てみてください。そして僕も時間ができたら動画投稿しようと思っています。その時は勝松さんを目標に頑張ろうと思っています。ということで、クターさんよりこちらのものを、なんでしょうね、なんかファイルみたいな感じがする。開けさせていただきます。お、ファイルだ。お、すごい、仮面ライダーのカード、ポテトチップとかのやつかな。これすごい。え、どうやって取り出すんだこれ。下、ん、このファイル形式はどうやって取り出すのかな。来た。そうだ、カルビー。すごい、カルビーとマガジン Z って書いてある、裏に。こちら、こんな感じですね、裏目。すげえ。うわー、ありがとうございます。他にもね、いっぱいある、キラキラしてるこんなのとか。え、これいいね、懐かしい。僕も1回ぐらい買ったことあるんですよ、仮面ライダーチップスみたいなの。プロ野球チップス、今ではね YouTuber チップスなんてのもありますけど。お、クーガがある、 RX も。え、クーガもライダーチップスだったっけ。ライダーチップスって言うとなんかここのニツルギーみたいな感じになっちゃうけど、あ、そうだそうだ、同じやつ。でもこっちは、あ、これテレビマガジン、カルビーテレビマガジンって書いてある。カルビーとテレビマガジンが合手をつないだ商品だったってことかな。すげえ。僕クーガの時は2000年だから、18年前だから7歳。おー、オーガ、オーガ、オーガ、いいね。お、佐藤健さんじゃないですか、若彼氏。変わんねえな、本当に。すげえ、ありがとうございます。カルビーのチップスのこんな大事な多分カード、ありがとうございます。クターさん、動画投稿始めたら頑張ってください。僕を目標にしないで、もっといい人を目標にしてくださいさあ、そしてウルフチャンネルさんより、いつもお世話になっております。前回もね、ポケモンの指人形なんかをいただきましたけども、今回も5つあるそうです。名古屋フランス、はい、美味しそうですね。お餅とガトーのデラシャスツイーツ、デリシャスじゃないんだね、デラシャス、デラシャスツイーツ。緊急指令、なんだこれ。エレキングが逃げ出しました、探してください。旅します動画の前に出したかったんですが、話す諸事情で出せず。でも今の金丸さんにもぴったりかもしれません。手紙、予告状風、本当だ。なんだこれ、注意、画廊券です。似てる。カズマさん、疲れていませんか。気分転換に旅行に行ったり、温泉に入ったり、本を読んだりしてみては。もう旅で十分疲れは取れましたね。疲れたんですけど、やっぱスパによく行ってたんで取れましたね。はい、まず一つ目、かっけえポーチ、これポーチ、あ、ガチじゃん、ありがとう、ガチ。なんかお餅風の箱に入ってるけど、ガチでありがとう。これマジで嬉しいんだけど、今ちょっとすぐ持ってきますよ。マジか、今ね、ちょうどね、ちょうど空だったんですよ、うちの気球が。これはありがてえ、こんな偶然があるとは。ありがとうございます。
4日分で使います。そしておまけ、ハサミで開けよう。なんだこれ、あ、ジュラシックパークって書いてある。ジュラシックパークのキーホルダーと、10回に1回何かが起こる。なんだこれ、たい焼きみたいなのだな。なんか下にあんこがある。うわうわうわ、あんこだ。あ、甘い。あ、出てくんだ。ダメだ、出しちゃダメなんだ俺。これ押すと出てくるんだ、こうやって。すげえ、こんなの売ってたんだ。なんだろうこれ、無限プチプチ風なやつかな。で、次、お、これは月刊ヒーローズの付箋ですかね。クーガが一番上になってました。そして次、これ何？かわいいじゃん。長野県 PR キャラクター、アルクマ、信州。知らない世界があるもんだ。手作り缶バッジだって。すごい。アルクマの手作り缶バッジですって。すげえ。センスある。バカセンスあんだけど。てか、アルクマめっちゃいるんだけど。アルクマ推しなんですけど。バカアルクマ入ってんだけど。エレキングいました。かわいい。指人形集めたくなるな、本当に。ウルトラマンのよくショップ行くとダーっていっぱいあるじゃん。あれ見るとね、いいなって思っちゃうんだよね。この子すごいよりめちゃんなんだね、アルクマって。はい、ということで以上、いっぱいありがとうございました。またね、何かありましたら事務所のウームの方に送っていただけると幸いです。下の概要欄にリンクっていうか書いてありますので、ぜひお願いします。ということで今日も皆さんありがとうございました。頑張ります。それでは。